カッシン・ヤングはアメリカ海軍の軍人最終階級は大佐名誉勲章受賞者1941年12月8日の真珠湾攻撃での行為により名誉勲章を受賞した後に従順洋艦サンフランシスコ艦長となったが1942年11月13日の第三次ソロモン海戦で日本艦隊の砲撃を受けて戦死した カッシン・ヤングは1894年3月6日、ワシントン DC で生まれ、後にウィスコンシン州に移る、海軍兵学校に進み、1916年6月3日に卒業。卒業年次からアナポリス1916年組と呼称された、この世代からは太平洋艦隊司令長官権太平洋軍最高司令官や統合参謀本部議長を務めた。 アーサー・ W ・ラドフォード、第13代海軍作戦部長、ウィリアム・フェクテラー、第14代海軍作戦部長、ロバート・カーニーラがいる。主官候補生となったヤングは、戦艦、コネチカットに1919 19年まで配属された後、潜水艦畑に移って、R-23 と R-2 の艦長を務めた。1920年代半ばから後半にかけては、 潜水部隊通信参謀、戦闘艦隊勤務及び母港アナポリスでの勤務を、出九1931年から1933年、少佐に昇進したヤングは、戦艦、ニューヨークに配属され、駆逐艦、エヴァンズ艦長を経て1935年から1937年には、第11海軍区勤務となる。中佐に昇進後は、コネチカット州クロトンの、 ニューロンドン潜水艦基地を母校とする第七潜水隊司令となった。その後は1941年に工作艦、ベスタル艦長となった。1941年12月、ヤングのベスタルは、メアアイランド海軍造船所でのオーバーホールを終えて、真珠湾に戻り、12月6日から12日の間には、戦艦部隊への支援を予定して、戦艦、 アリゾナと並んで停泊していた。12月8日朝7時55分、ナグモ忠和中条式の第一航空艦隊から発進した攻撃隊は真珠湾を攻撃する。8時過ぎ、ヤングは環境上の機銃に対して反撃を命じ、ついで山陰地方による対空射撃を命じて自らも対空兵装の一つを操作して応戦した。まもなく赤木、川及び 総流からの攻撃隊が襲来し、アリゾナに対して、航空魚雷と800キロ爆弾を投じたが、そのうちの800キロ爆弾一発が、アリゾナではなく、ベスタルに命中し、別の一発が資金弾となった。その刹那、アリゾナにも爆弾が2発命中して、弾薬庫が大爆発を起こし、爆風でヤングは海中に吹き飛ばされたが間を入れず、ベスタルに戻り、艦を炎上中の、 アリゾナから引き離すよう命じた。ベスタルは、さらなる損傷を防ぐため、流出した油に引火した火が漂う海上を、突っ切って座礁に持ち込み、ベスタルを沈没から救った。この行為が英雄的と評価され、ヤングは名誉勲章を受賞した。1942年2月、ヤングは大佐に昇進し、9月11日には、従順洋艦サンフランシスコ艦長となる。 ヤングのサンフランシスコは1942年8月のガダルカナル島上陸作戦で始まっていたソロモン方面での反行に馳せ参じ10月11日のサボジマ海戦ではご藤存次少将の日本艦隊に大打撃を与えて追い払った11月12日から13日はヤングの最後の日々となった12日午後 空襲を仕掛けた一式陸上攻撃機のうちの一機がサンフランシスコに体当たりを行い射撃式装置と射撃用レーダーを破壊して能力を低下させた。それでもサンフランシスコはダニエル・ J ・キャラハン少将の第67.4任務軍機関として巡洋艦部隊に加わった。11月13日未明、第67.4任務軍は アベコーキ少将を率いる日本艦隊と遭遇し、激しい砲撃戦を繰り広げた。サンフランシスコは、ノーマン・スコット少将座城の軽寿命館、アトランタを誤って攻撃した後、日本側の戦艦、ヒエと打ち合いを演じたが、日本側のもう一隻の戦艦、霧島からの賛成者が、サンフランシスコの環境を直撃して、ギャングは、キャラハンら任務軍爆僚と共に戦死した。 海戦後、戦死したヤングに海軍十字章が追贈され、サンフランシスコには大統領主君部大将が贈られた。フレッチャー級駆逐艦の一艦であるカッシン・ヤングはヤングの栄誉を称えて命名された。カッシン・ヤングは現在、ボストンでフリゲート・コンスティチューションの守り役として保存されている。名誉勲章勘定1941年12月7日の 日本艦隊による真珠湾攻撃において、ベスタルは、自らの身を顧みず決出した英雄的行為を行って、艦を危機から救った。ヤング艦長は環境に進み、自ら山陰地方を操作した。間もなく、アリゾナの前方で大爆発が起こり、爆風で海中に飛ばされたものの、泳いで艦に戻った。アリゾナとベスタルの間は火炎に包まれ、 ベスタルもまたいくつかの爆弾の命中を受けていた。激しい敵の爆撃や機銃装射が続いている最中、ヤング艦長は爆風で吹き飛ばされたことが逆に冷静さを与え、ベスタルを燃えるアリゾナから引き離させた後、浜に乗し上げて艦を保存することに成功した。ヤングの名誉勲章は現在、アナポリスの海軍主艦学校博物館に展示されている。 日本の海軍兵学校の卒業年次に、換算すると、黒島亀と、早川三木松田千明、西川正浦を排出した44機に相当する。ありがとうございます。